まずは RX7、 この方のウィークポイントだったエンジンの熱だれはどう影響するのか、またその他の問題は出るのか。やはりあのエンジンパワーの方、こちらの方は一度エンジン、タービン、この周りの、コンディションを見まして、その後、まあ、補給類の方でカバーできればカバーします。で、足回りの方ですが、これは、サスペンションの方、こちらの方を変更を考えています。あとボディの方はウレタンの補強によって、シャキッとしたボディフィールを出すように考えていきます。ナイトスポーツに持ち込んで早速チェック。エンジンの状態を見るためにコンプレッションを計測。ロータリーの圧縮比に問題はなかった。エンジンの内部には手を加えず、ブーストを標準値の 0.75 から 0.9 に上げてパワーアップを狙う。ブーストアップでパワー差をどこまで補えるのか。スタートは新型。おーし、スタート抜群。ストールしちゃったけど、けどこっから変わんないよ、あんまり。前半の差がそのまま、新型が勝った。いい感じじゃないかな、前より絶対速いと思う。コンマ4秒。あ、本当？それぐらいアップしてんだろうね。